今回はフラックスコントロールネットアップスケーラーを使って画像をアップスケールする方法について解説します。この動画を最後まで見ていただければこのように小さいサイズの画像を品質を落とさずに大きくする方法について理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。この動画で紹介する内容はオープンアートというサイトにある c o n f i u i の設定ファイルを参考にしております。この解説では Google コラボで c o n f UI を動作させていきます。なお、オープンアートと Google コラボへのリンク、および、c o n f UI や Google コラボに関する解説動画のリンクを概要欄に貼っておきます。そのため、もしもこれらのキーワードの意味がわからない場合は、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成、と書かれているボタンをクリックします。 もしも、このようなポップアップ画面が表示されない場合は、メニューの中から、ファイルを選択して、ノートブックを新規作成を選択します。ノートブックを新規作成したら、名前を変更しておきましょう。この解説では、このような名前にしておきました。次に、ランタイムのタイプを変更します。メニューの中から、ランタイムを選択して、ランタイムのタイプを変更を選択します。そうすると、 ランタイムのタイプの設定画面が表示されます。ランタイムのタイプは Python 3にしておきます。ハードウェアアクセラレータは L4 GPU を選択します。L4 GPU を選択した場合はハイメモリーの設定が自動的に有効になります。なお、無料版の Google コラボでは L4 GPU は選択できません。そのため、 この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで Google コラボでコードを実行するための準備が整いました。それでは早速実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、インストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。 テキストをコピーしたら Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。そして再生ボタンを押します。これで貼り付けたテキストの内容が実行されます。再生ボタンを押してから数分程度経ったらこのようなメッセージが表示されることがあります。このメッセージが表示された場合はキャンセルボタンを押して処理を継続します。 キャンセルボタンを押してからさらに5分ぐらい待っているとこのようなリンクが表示されます。このリンクをクリックします。そうするとコンフィ UI の画面が表示されます。アップスケールさせたい画像はアップロードボタンで変更できます。画像ファイルを設定したら Q プロンプトと書かれているボタンをクリックします。画像が生成されるまでしばらく待ちます。処理の状況は 画面上部の緑色のバーで確認できます。画像の生成には数分程度かかると思います。しばらく待っているとこのような画像が生成されました。元の画像と生成された画像を比較すると品質を落とさずにアップスケールされていることが確認できます。生成された画像をパソコンに保存するには画像の部分を右クリックします。そして表示されたメニューの中から セーブイメージを選択します。これで生成された画像がパソコンにダウンロードされます。今回の解説は以上です。それではまた別の動画で。